まずじゃがいもをすります。じゃがいも1個をこすとこのぐらいの量になります。基本的にそんなに小さくではなければじゃがいも1つで1枚は出ると思います。では焼きましょう。火は中よりちょっと強めにやった方がいいと思います。油をかけて、思ったよりちょっと量が多いですのでちょろだけではなく十分。そして韓国料理すると無条件ごま油で焼くんだというコテ観念を持っている方結構いますが、普通の油使ったらいいと思います。じゃあ、でここにさっきすったじゃがいも、入れて広げてください。